はい、こんにちは。フィッシュマンの赤塚です。今回、ご紹介するのは、BC4 の 8.3 フィートの、トリプル XH、すごい非常に、ストロングなモデルですね。ルアーで言ったら 70g から 200g っていうのが適正なウェイトで、まあ、無理をすれば50から 300g が投げれるというモデルです。で、非常にこう、なんつうんだろう、素振りの感じ、すごい強いなという印象だと思います、触った方はね。ただこれがね、もしも 100g とか 200g のポッパーしとった時にこの辺から入ってこの反動で投げれたら、人間的にもすごい楽だし、飛距離もすごい出るんですね。でそれをするためにこの強いこの胴の部分を曲げることに成功したんですね。これだけ入ります、これだけ入ります。だ、例えばボート GT とか冒頭のそのポッパーゲームの時に寄ってきたはいいけど、船べりで下に潜られるっていう時でもここがグンと曲がってくれるので非常にファイトがしやすい。そしてここを曲げればその 100g ポッパーでも60メートルとか70メートルっていう飛距離も叩ける。でなおかつこれは実はBC4 なので4ピースになるのでこの長さで収まっちゃうからスーツケースにも入る。で要はスーツ GT 遠征、オフショア遠征、もしくはヨーロッパオーナマズ遠征とかでもバズーカがいらないというBC4 のモデルです。でこれが今年のですね、おそらく5月には早ければ店頭に並んでしまうかもしれないのでぜひチェックしてみてください。であとは全フィッシングショーで、展示してますので、よろしくお願いします。